フロスト1973年6月28日体はノルウェーのヘビメタルミュージシャン。ブラックメタルの分野で活動している。リレハンメルの北約2 0トルに位置する町イーアーの出身。さて、離婚、1349のドラマーとして著名。また、過去にはキープ・オブ・カレシンやゴルゴロス、スクロン・ビーにも参加していた。 フロストが最初に加入したのは、さてリコンである。1993年のデモテープ、ザ・フォーレスト・イズ・マイ・スローンにセッション参加し、それから少しして正式加入に至った。フロストは、現在、オスロの大学で数学を学んでいる。フロストは、様々なバンドで活動しており、バンドごとに異なるドラミングスタイルを使用している。例えば、 1349や初期サテリコンでは頻繁にブラストビー,ートを使用している。しかし近年のサテリコンや1349のホースアルバムレバレーションツ・オブ・ザ・ブラック・フレームではよりシンプルでミドルテンポのドラミングスタイルを使用している。しかしながら1349においてはその後ゴスアルバムディーマノイスはよりブラストビー,ートを多用するスタイルに回帰している。 フロストは一般的にブラックメタルシーンにおいて最もうまく最も早いドラマーの一人とみなされている。ちなみにサテリコンのゼムアルバムのクレジットタイトルにおいてフロストの担当はバッテリーと書かれている。フロストはアメリカ合衆国の就労ビザを取得しようとした際アメリカ合衆国国土安全保障省によって入国を拒否されている。これは 1990年代初頭にバーで起こした乱闘で5ヶ月の有期刑を宣告されたためであった。このため2008年以前の1349のアメリカツアーにおいてドラマーはトニー・ラウリ・イーノがセッションで参加した。同様にサテリコンの来たアメリカツアーにおいても上位上リソンとタリムがセッションとして参加していた。その後、フロストは アメリカ合衆国で演奏することができるようになった。ありがとうございます。